バティストさん、いるだろうか。こんな遅くに。ああ、シュブルーズさんか。バティストさん、これから私と共に署まで同行願えないだろうか。事件について少し聞きたいことがある。やはり例の銃殺事件のことですかね。今は言えない。じゃあ間違いありませんね。バティストさん、返答を聞かせてもらえるか。ああ、シュブルーズさん、少し手間を省きましょう。それからそちらのお二人も花を摘むなんて手間は不要です。それらの花のつぼみはまだ開花の時を迎えていない。その手間を省くとは。僕が殺しました。自白したぞ。そう緊張なさらないでください。武器なんて持っていません。銃は裏庭に埋めましたから。バティストさん、私には伝える義務がある。今話してる一言一句は全て法廷での重要な証拠となる。もちろん分かっています。こういう感じはあまり好きではないな。僕が罪を認めたから、それとも自分が間違えていたからですか。どちらもだ。僕が小説で書いた理由と同じ敵討ちのためですよ。あなたたちが僕と彼の関係まで突き止められなかったのは知っています。でなきゃとっくに警察隊に連行されていたでしょうからね。でも僕は永遠に彼の顔を忘れない。母を殺したのですから。あなたの母上は今も健在のはずだ。僕が養子だったことは知っているでしょ。僕が言っているのは生みの母のことですよ。それは孤児院の記録には書かれていなかったが。母が目の前で死んだのだから、6歳の子供が嘘で自分を守る術を覚えるのも無理はないでしょう。じゃあ小説に書かれてたことって全部本当のことなのか。いいえ、それは違いますよ。小説は芸術的な加工がされていますから。でも僕が裕福な人間の私生児で、そいつが僕の母を殺したというのは真実です。だがバティストさんが殺した相手は貧民だったはずだ。彼は金で雇われた殺し屋で、モラのために丸腰の母を手にかけたケダモノですよ。もし本当にそうなら、私たちにそれを教えるべきではなかったのではないか。真の黒幕をまだ始末していないのだろう。まさか特巡隊隊長の口からそんな言葉が聞けるなんて。私は一連の動機について疑いを持ってる。簡単です。疲れたんですよ。全てを背負うのが嫌になったんです。あなたは僕が銃で人を殺せるような人間だとは思わなかったのでしょう。実際その通りでしたよ。撃った後の苦しみは計り知れないものでしたから。このまま敵討ちを諦めるつもりなのか。あの男が持つ権力と金は強大です。僕一人では成し遂げられないことなどとうに分かっていました。だからなんだという。お前の本にはそうは書かれていなかったぞ。僕とあなたとでは犯罪者は僕の方だというのに。まるでこのまま犯罪に手を染めるようあなたはそそのかしているかのようだ、警察隊員さん。その金持ちの男の名は。これまでの証言が真実だと証明する方法はあるのか。あなたと二人で話がしたい。ならば署に行って話そう。いえ、他の人に聞かれない場所はここしかありませんから。わかった、話してくれ。僕の言う他の人はあなた以外の全員ですよ。あなたにしか話しません。ああ、頼む。
つけろよな。さあ話してくれ。本当に僕のことを信じるんですか？話を聞いてからでないと判断はできない。わかりました。ではよく聞いてください。全てがつながったな。僕のことを信じてくれたようですね。事件の真相を公にしてほしいのか？いえ、そうではありません。少なくとも今じゃない。ならばどうして私に教えたのだ？僕の小説を読んだあなたはどう思いますか？仮に今この情報を新聞社に流しても当事者は否認するだけでしょうね。時間が経ちすぎた。もうすぐ20年ですよ。証拠はとっくに消えているし、かつては海上に孤島が浮かんでいたとしても今では深い海の底に沈んでしまっています。正義が彼にたどり着くことなど永遠にない。試しもせずにどうして断言できる？あなたが特巡隊隊長として正義をなす立場にいることは知っています。でも彼を平穏な牢獄に送ることが本当に正義だと思っていますか？かけてもいい。きっと奴はメロピデ要塞でも快適に暮らせます。何が言いたい？僕は撮影現場に足を運んだことがあるんです。あなたの演じる重視はとてもかっこよかった。悪人に対して正義の引き金を引く、それこそ彼に下されるべき審判だと思いませんか？お前の敵討ちを成就させるため今すぐ解放してほしいと。いえ、シュブルーズさん、それが不可能なことは分かっています。僕の代わりにあなたに仇を討ってほしいんです。はい、シュブルーズのやつ遅いな。何話してるんだ？心配になってきたぞ。危険な目に遭ってるんじゃないよな？それはオイラも分かってるけどさ。なあ、黒幕は誰だと思う？あの作家はなんでオイラたちを遠ざけたんだ？旅人パイモン、待たせたな。シュブルーズ、話はどうなったんだ？バティストさんを署まで護送し尋問を受けさせるよう手配した。裏庭には彼の言っていた通り犯行に使われた銃が隠されていた。じゃあ黒幕の名前は？ちゃんと話してくれたさ。だが今は特巡隊に戻っていろいろとすべきことがある。これから数日は事件のことで忙しくなるから撮影現場には顔を出せないだろう。そっか、きっと話しづらいことなんだよな。ならスチームバード新聞をチェックするようにしとくぜ。実は二人にもう一つ頼みたいことがある。